世界中から貨物船が出入りする大黒ふ頭。運送業者の建物に一台の車がやってきました。その中にあったのは一台のバイク。アニメの世界から飛び出したような形です。型破りなデザインのバイク、zecOO。去年2月には初の走行テストを実施。このバイクの特徴は音を聞けばすぐに分かります。電気とモーターで動く電気バイク。部品の大部分を占めるエンジンがないため自由なデザインが可能です。ほぼ全てが今までにない部品のため中小企業が手作りで生み出しています。今回このzecOOが黒と金のカラーになりました。中東ドバイへと旅立つためです。日本人が作ったオートバイっていうのはなかなか本当に手作りのものってなかなか外に出ないから、いろんな企業さんと努力して一生懸命作ったんで。海を渡るzecOO、厳重に梱包されます。包むとこう見せていただくと安心ですよね。zecOOを我が子のように見つめるのは企画設計を担当した根津さんです。根津さんは元トヨタのデザイナー。2005年の愛・地球博で話題を呼んだ一人乗りの電気自動車iユニットで高い評価を得ました。その後独立し、現在もさまざまなもののデザイナーとして活躍。最近ではタミヤ模型のミニ四駆を手掛けました。その根津さんがzecOOをドバイへ送るのはある展示会から誘致を受けたためです。展示会の名前はビッグボーイズトイズっていう展示会で、大きな少年のおもちゃっていうとんでもない名前の展示会なんですよね。とにかく珍しいものとか値段はいいと、でもとにかく珍しいものを持ってこい。zecOOの価格は1000万円。果たして買い手はつくのでしょうか。アラブ首長国連邦の中でも飛び抜けた発展を遂げたドバイ。市内の至る所で開発が進み、2009年のドバイショックで失った経済の勢いを取り戻しつつあります。ドバイ発展の象徴ともいえるヤシの木をかたどった人工の島パーム・ジュメイラ。その先端が展示会の舞台です。本番前日、およそ1ヶ月半の船旅を終えたzecOOがドバイに到着しました。焦げ刺さないようにね。箱の中のzecOOは無事に海を渡り切りました。いや無事着きましたね。頑張ったねって日本から飛び出し世界に戦いを挑む電気バイク。型破りな他の参加者たちも興味津々のようです。おはようございます。翌日、展示会1日目怖がってますね。いやまあね、こうむしゃぶる意見の感じはありますけど、歩くとはもう大丈夫です。大丈夫ですか。メインの入り口、そこを抜けるとzecOOのブースが目の前にあります。唯一の日本企業が最も注目が集まる場所に出展を許されたのです。最初の客はドバイ市長の息子。その目がzecOOに向けられます。しかし素通りしてしまいました。短い
族の興味は引けなかったものの、その後は多くの来場客がzecOOの元に集まりました。さすがのドバイ人も購入を見送っていました。とはいえこの展示会はzecOOと肩を並べる型破りばかり。アメリカの SF 映画トロンレガシー、登場するバイクを再現したのがこちらです。映画と同じくうつ伏せの状態で運転します。こちらはイタリアのメーカーアルファロメオがベースのカスタムカーです。特徴的なのは1枚の大きな扉なんですが、こちらどうやって開くかと言いますと、まるで大きな翼のように扉が上がっていきます。タカをイメージしたスポーツカー、価格は2億8000万円。So if you want to get fresh air, make the drive, what we can do? Huh? Stop the car, open the door, close the door, and drive again. そしてこちらは101カラットのダイヤモンドを使ったベントレー。ボンネットがキラキラ光ります。こちらはピアノ。24金の金箔が全体に貼られていて、その価格は2億円。そして食品も金箔が入ったオリーブオイルです。まさに型破り限定の展示会。なぜzecOOが招待されたのでしょうか。So when we were doing a research for unique innovations, we went on the website of zecOO and we realized that they have this very unique product designed by engineers. And I'm seeing the product now. It's 100 times better than what I expected it to be. しかし、実際の販売となるとなかなか結びつきません。今日何人かいらっしゃったんですけども、ちょっとコンタクト先を教えてくれとか、かなりこう詳細に聞いてこられた方がいらしたので、まあ、メールですとか電話ですとか、まあ、そういう形で今後つなげていくってことだと思います。今週展示会を終えた根津さんが帰国しました。その表情はなぜか笑顔。パッといらしたお客様で、まあ、ちょっと両家のご子息なんですけども、欲しいの買うみたいな、今お金払っていいの、カードがいいの、現金がいいのみたいな勢いで買ってくださって、この方ですね。展示会終了の1時間前に現れたこの男性、結構マジに話をしている時、地元の有名な富豪の息子と名乗り、契約書の住所はドバイのみ。確実に言えるのは、1000万のバイクを持ってっても驚かない人たちはいっぱいいるっていうことは間違いない。マーケティングをしてそこの市場にフィットしたものを出していくっていうこともありなんですけれども、そのまあこういう言い方はなんですけど、でも作りたいものを作って欲しい人を探していくっていう、そういうやり方っていうのは本当に通じるというふうに思いました。日本の中小企業の技術力から生まれた電気バイク、海を渡った新たな挑戦が始まろうとしています。売れたんですね。売れました、売れましたね。よかったですよね。で、あのバイクの場合は、日本はこれ技術だけでデザインはって言われてましたけど、両方兼ね備えてて、だから日本のものづくりまだまだいけますね。そうですね、なんていうんですかね、昔のおそらく中小企業とか、あれ中小企業になるとソニーみたいな会社もね、やっぱりその世界に挑戦しようっていうんですか、そういうなんか意気込みでね、でこれはやっぱ企業を成長させてきたんだけど、日本大きくなりすぎちゃって、なんかマスの生産の中でね、
みんな歯車の中で一生懸命こう救急してるで、なかなかやっぱりそうすると突破口できないんですけど、ね、はい、やっぱこういうチャレンジがですね、やっぱり やれるようになるっていいことですよね。で、まあ、実際最近こう中小企業でもなんか人工衛星作ってみようとか、あれこういうような、まあ、ものをやろうとかね、少しそういう気持ちが出てきたんでですね、こういうのからどん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 こう出てくると、また日本のこのものづくりだとか日本に残ってる感性みたいなものがね、うん、もう一回こうなんかさらにこう蘇ってくるような気がして、ね、いや日本の中小企業の数ってもう相当ありますもん ね、うん、大企業よりも多いわけですもん ね、だからあのもっともっとこう、でこれもやっぱグローバル化なんでしょうね、はい、日本の今の我々の普通の生活みたいな考えられてるのではない人たちがいて、はい、官邸は特殊な世界かもしれませんけど、うん、まあ、そういうところにもやっぱりこう手足伸ばすことによってね、はい、普段の自分たちのこう日常からかなり飛んだ、まあ、発想も出てくるんだと思いますけどね。私たちの考え方を狭めてはいけません ね、 そうですね、もっと広い世界があるというふうに、ね、考えないと、ではこの後はトレンド卵です。すっきりと落とします。